ただ僕なれるんですけど、実はね、公務員なれないんですよ。リアル現場シギナムさん、僕子供の頃に、なりたい職業っていうのがありまして、ほう、小学生の時になんか作文で書いたやつは、郵便屋さんやったんですよ。ほう、まあ理由は、みんなに、この温かいお手紙を届けるからっていう感じで作文書いたんですけど、その2週間後に不幸の手紙が届きましたね。そんな時代あ、これも郵便局にはちょっと冷却ないなって言った思い出があるんですが、はい、ラムさん、ちっちゃい頃になんかなりたかった職業とかなんかあります？小さい頃は別に普通に漫画家とかになりたかったですけど、まあまあでも、まあある意味でも慣れてるじゃないですか。そう、ただ漫画家になる時にはもうあんまりなりたくなかったのに、しんどいのがもう目に見えてましたから、漫画家。いや、マジで漫画家さんほんまに地獄ですね。漫画だから普通に4本連載してた時とかでも、僕の4本なんて別になんか22ページ4ページぐらいだったんだけど、んでももうまあまあでしたからね。月に、まあ24でそれだけじゃないから僕の場合はちょっときつかったけど、でもきついと思いますよ、月24でも。まあまあで、まあ僕はですね、まあさっき郵便局の話しましたけど、今でも郵便局ってもう民間なんですよね。まあそうそう、郵政民営化でね。だったら僕なれるんですけど、うん、実はね、公務員なれないんですよ。え、公務員なれない？うん、なれないって言われたんですよ。理由は分からんけど、なれなさそうです。住民税ってあるじゃないですか。あ、住民税ね。払いたくなくないですか。すべての税払わんでええんやったら別に払いたくないですけど、払うのはあかんから払ってるんですよ。あ、これは嘘を言いますね。まあ20代の時、まあ提出届、転入届出すじゃないですか。豊島区に住んでて、で結局また豊島区に住んだのかな。で、一旦は抜いて、これ入れなきゃ税金払わなくていいんじゃないかな。で、なぜか実行したという夢を見たんですけども、で、まあ、提出届だけ出して、本当にね、住民税来なくなるんですよ。そう考えたら、こう、世間って善意で回ってるんですね。そう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 。で、まあ、3年とか4年ぐらいで、入れなきゃな、みたいな感じになって、抜いてたんですけど、入れてなかったんですけど、どうですかねって言ったら、今まで住んでたってことを証明してもらえれば、過去も住民だったってことにできますよって言われたんですよ。ああ、なるほど。で、それしないとどうなりますかって言うと、まあ、そこ空白部分になりますと。どこにもいなかった人になりますと。それ、何のデメリットがあるんですかって言ったら、公務員にはなれなくなりますねって言われて。へえ、それが理由なんですか。じゃあいいですって。でしょうね。今更なれねえだろ、どうしたってっつって。って言って、まあ新たにそこから入れたので、そこからまた地獄の住民税を払うという、日々を送っておりますけれど。そういうのあるんですね。ちなみに、いろいろあって、今なぜか名古屋市民なんですけど、僕は。今？そう。だから、都知事選みんなほど盛り上がらなかったですね。小池さん、蓮舫さんとか言ってるけど、まあ俺名古屋市民やからなってずっと内心思ってましたね。はあ、住んでるところは今は東京都のところとか大阪とかだけど、住民票は名古屋とか。そうそうそう、だから出張してるってことですね、ずっと。ああ、まあでもそれはそうちゃそうですよね。まあそうちゃそうだし、まあ別に名古屋なんて税金払ってるからね、結局今は。そのふわふわさせてる時期はさすがになんか良くない気がするけど、今はまあ別に名古屋で税金払ってるんでいいんじゃないでしょうか。3年に一度しか帰らないとはいえ。あ、そんなに帰ってんの？コロナの時1回帰った時かな。コロナを出しに帰らなかったからね。いや、でもまあやっぱりダメですよね、やっぱそういうのは。やっぱりそういうなんか若かりしい頃のそういうのが後になってボディーブローのように効いてくることありますかね。あるんですよ、実はね。そういうところでね、なんかめちゃくちゃしたことはしてないんだけど、いい加減なことをしてきたので、運転免許証の住所とかマイナカードとかの住所とかがやや統合してない部分があったりして、こう名古屋に住民票を置いたまま東京で暮らしてるみたいなことをすると、一番めんどくさいのがパスポートなんですよ。パスポートを今はね、マイナカードから申請できるんですよ。自分の写真を送ったり、証明書を送ったりすれば、その手続きはできるんですよ。ただパスポートってね、絶対対面で渡さないとダメなんですよ。顔を見比べて渡すっていう作業が絶対に必要なんで、だから名古屋まで取りに来ました。で、マイナカードに関してもやっぱり名古屋に行って取ったので、だからやっぱり、そういうめんどくささは多少残りますね。なるほどね。まあでも、国民健康
転料とかもね、ちょっと払ってねえやって方もいると思うんですけど、なんか後からすげえ請求されたりするんですよね、あれね。ね、まあそれに今病気になった時結構困るっちゃ困るので、そうだからあの本当にちょっと今払いづらい時はちゃんとその今ちょっときついんですよっていう申請をやるっていうのは結構大事ですからね、本当にね。リアル現場主義でした。税金